昔々、遥かずっと昔、我々の祖先は、ポリネシアの島々から、数千キロメートルもの距離を、カヌーに乗って、夜空に輝く星々を頼りに北上し、そして、ようやくハワイの島々に到着した。しかし、その多くはすでに疲れ果て、飢えと渇きのうちに生死の境をさまよう者も少なくなかった。タヒチから航海を続けてきた青年多目もそんな一人だったが、意識を取り戻した彼の目には、信じられない光景が映った。多目の一族が使ったいくつものカヌーは、月明かりの中、ふわりと宙を舞い、次々と浜辺に並べられていく。散らばった貝や折れた帆柱なども、その後を追っている。よく見ると、あたりには無数の黒くて小さな人影があちこち動き回って、渚に横たわる仲間たちを解放してくれているようだ。やがて一人が彼の方に近づいてきた。多目よ、さあこれをお上がりなさい。元気になりますよ。彼女は小さな好みを差し出した。どうして俺の名前を知っているのか。彼女は静かに微笑んでいった。あなたたちもこの島々を受け継ぐのです。これがメネフネと祖先との最初の出会いだった。朝が来た。次々に目覚める仲間たちはもうすっかり元気になっている。見るとカヌーは砂の上に整然と並べられ、折れた帆柱や貝も元通りになっている。その上、食べきれないほどの好みや果実が山積みにされていて、大きな亀には飲み水がたたえられていた。私たちのことはまだ誰にも話さないでください。マナの力を操る私たちをいたずらに恐れてほしくはないからです。ただ私たちは南からやってきた大きな兄弟たちの手助けをしたいだけなのです。多目は昨晩そう聞かされていた。次の朝、皆はまた驚いた。海岸の一角が巨大な石垣で囲われ、その中に大きな魚がひしめいている。その次の朝は、なんと山から迫る森の一部が開墾されて、切り倒された木々で見事な社が組まれていた。一体これはどういうことなんだ。明らかに何者かがこの島にいるぞ。それも大層な力の持ち主に違いない。俺たちを怖がらせようとしているのだ。正体を突き止めて武勇で鳴らした俺たちの強さを見せつけてやろうじゃないか。仲間の一人がそう叫ぶと皆が賛同した。多目自身は黙っていた。果たしてその夜、一行は武装し、まんじりともしない。ところが、
結局何者も現れぬまま一夜は虚しく過ぎ去った。次の夜も何事もなく明けてしまった。次の夜もまたその次の夜も静寂は乱されることなく、やはりさざ波は繰り返しささやき、月は少しずつ満ちながら水平線に沈んでいった。そして夕焼けのさなか、ついに満ち満ちた月が東の空に昇る黄昏に、何事ももう起こるまいと武器を手に取る者などすでにいなくなっている。すると一羽のプエオがどこからともなく現れ、その背中から真っ黒な小人が浜辺に降り立った。そして濁りと会釈して首に下げられた小さな角笛のようなものを高々と吹き鳴らすと、澄み渡った音が辺り一面に響き渡った。しばらくすると渚は数えきれない炎で埋め尽くされ、見ると沿岸にはおびただしい数のナイアの背びれが楽しそうに揺らいでいる。イオに乗って空中を滑空してくるもの、ネネの背に揺られてやってくるものなど、小さな人たちはあちこちから次々と集まってくる。やがてこの浜辺に集まった大勢の仲間たちに囲まれて、我々の祖先ははっきりと理解した。ここは俺たちだけの新天地ではないのだ。こんなにたくさんの仲間たちが俺たちを歓迎してくれている。マカレーが上がったぞ。多目はそう叫んだ。大きな月を追うようにして連なる6つの星々が今や水平線の上に浮かんでいる。以来マカレイの上がる最初の満月の夜は、我々の祖先がハワイに受け入れられた喜びと、メネフネやその仲間たちへの感謝を表す大きな祭典が執り行われるようになった。